綺麗な赤がしつこくならずに切れますね。縦に長い深い部位だとより大人っぽさも出してくれるので、うん、すごく着心地がいいです。すっごい柔らかいですよね、うん、さっき見た時ちょっと自分華奢に見えるわと思ったのはそのおかげだったんですね。皆さんこんにちは、バイラ編集部の平田です。本日のバイラチャンネルはマッシュスタイルラボさんにお邪魔しております。フレイ ID のプレスルームに潜入して秋の新作を見せてもらいたいと思います。では行ってきます。プレ ID のプレスの阿部さんです。プレ ID プレスの阿部です。なんか16日の中ですごく繰り返しちゃいましたちょっとあのいっぱい秋の新作をたくさん揃えてるので、ぜひバイラさんに見ていただきたいなと思ってご用意してるので嬉しいです。まず1本目の前半の動画は、はい、ワンピースなんですよ。ちょっとたくさんそうなんですよたくさんあるのでちょっといろんな種類のワンピースを平田さんに着ていただきたいなと思ってご用意したので、はい、ちょっと持ってきてもいいですか？お願いします。ちょっとお待ちください。持ってきます。お待たせしました。ありがとうございます。まだあるんです。まだありますね。わー、華やか、素敵。どうしますか？全部着ますか？いや、ちょっと全部着たい気持ちがふつふつとこれを見て湧き起こってるんですけど、はい、8月の発売の秋新作を全部試着させていただいていいですか？ぜひです。じゃあそこのアイテムまで、はい、ここまで、はい、ここから着ていただこうと思います。お願いします。一着目着替えました。めっちゃこのワンピース可愛いですよね。すごい。スカートの部分の透け感がインナーもちゃんとついてるので、あの足の下の部分だけ少し透けが叶うのと、エッジコートいらず。そうなんですよ。でトップスもちょっと程よい肉感なので体のラインすごい綺麗に見せてくれるのと、ウエストの部分ですね、ちょっと大きくベルトマークみたいな感じでリブが施されてるのですごいスタイルがより綺麗に見えるようなデザインになってます。この透け感があったりこう素材がこう切り替わっていくことで、ね、このパキッとした綺麗な赤がしつこくならずに切れますね。なんか1枚でワンピースなんですけどコーディネートしてるかのように見せてくれるようなワンピースなのもすごいポイントで、あとこの部分にもすごくギャザーがたくさん施していて少し綺麗にフレアに広がってるのがポイントですね。かわいい。すっごいお似合いです。めちゃくちゃかわいいです。赤ってちょっと勇気出ないわって思う人でもなんかあーって手に取ってほしい。ですよね、うん、でもすごく着やすい。すっごい真っ赤な色合いじゃないので、うん、なんかちょっと挑戦したいなって方はぜひこちらのワンピースから挑戦してもらえると嬉しいなって思います。ちょっと元気になれる鮮やかな綺麗色を行ってみてもいいんじゃないかなと、はい、わ、かわいい。また全然めちゃくちゃ違いますね。印象変わりますね。すごい綺麗です。なんか大人っぽい着やすくて、うん、ちょっとやっぱり雰囲気が大人っぽくなるから、うん、お仕事とかでも落ち着いた印象でいいですよね。このなんかツイードの素材のワンピースってよりなんか品も加えてくれたりだとか、うん、やっぱ大人っぽさがあって、うん、やっぱあと秋っぽいので、うん、少しなんか先取りしたい方とかだったらこういったツイードのワンピース選んでいただくのもすごくおすすめです。確かにこうパッと着れてで生地感もしっかりしてるんで、うん、秋感もあるんですけどありますよ、ね、やっぱりノースリーブで中もちょっと透けのあるトップスなので涼しさもしっかりと。ここの深い V ネックもポイントで、やっぱりなんか縦に長い深い V だとより大人っぽさも出してくれるのでそこもポイントのワンピースで、あとサイドにもスリットが施されてるので抜け感が出るようなワンピースになってます。かわいい。えしかもなんとこちら、はい、全部ツーウェイなんです。このスロットを後ろ前にしてもいいんですね。そうなんですよ、はい、着ていただけます。で、あの先ほどこちらになんかストラップがついてたんですよ。なんであの
平田さんはこっちあのストラップの部分を今取って着用していただいてるんですけど、ついて着ていただくことも可能ですし、ほんと後ろ側で着ていただいても可能なんです、うん、なんか短めのトップス合わせてるときはここにワンポイントあってもいいですね、あっても可愛いですよね。ちょっとネックレスっぽいアクセサリー感覚で着ていただけるのもおすすめで、うん、あと秋口になったらなんかちょっと長いチュールのトップスとか、なんかレースのトップスとか合わせていただくと本当に長いシーズン着ていただけるので、ね、それもいいですよ。結構厚手のニット中に着れるぐらいのゆとりがあるんで、ね、もう本当に冬までいけますね、うん、2着目にして迷ってます、ね、本当ですか、可愛い、嬉しい、さっきのも素敵だったし、なんかこれもすごい、ね、やっぱり着回ししやすそうだし、ね、うん、着回しって大事ですよね。大事です。わかります。お似合い。すごい、この袖が。そうなんですよ。袖が可愛い。肩の部分、うんうん、あのパブショルダーになってるんですけど、うんうん、あんまり落ち感がすごくこの生地にあるので、うん、肩を若干あの立体的に見せてくれつつ、うん、お袖の部分がこのスリットが入ってることで程よい抜け感がかなうワンピースなんです、うん、しかもこう二の腕はしっかりカバーしてくれているのに、そうなんですよ、こうスッとこう抜け感がある、ちらっと肌を見せてくれるような女っぽいワンピースですね、うんうん、でやっぱカシクールの V のラインもすごく綺麗ですし、うん、あとウエスト部分にもくるみボタンが施されていたりだとか、あのデザインにこだわったアイテムになってます。で柄も花柄なんですけど、ヴィンテージライクな花柄なので、ちょっと大人っぽくまとえるような一着となってます、うん、パブショルダーって結構ボリューミーになるじゃないですか、うん、そこがグレーではあの肩がすごく張って見えないように、うんうん、肩幅の位置をもう少し内側から入れてパブショルダーにしてるのがポイントになってます、うん、なんかさっき見た時ちょっと自分華奢に見えるわと思ったのはそのおかげだったんですね。そうですよ、そこのやっぱデザインがあることで、うんうん、やっぱりなんか挑戦しやすくなる一枚になると思うので、うん、すごい、なんかやっぱりこういう華やかで、うん、ちょっと女性らしいものが好きな人にとってはもうぶっ刺さりまくりなですよ、ね、ワンピースですね。嬉しいです、うん、あと後ろにもあの小物のでリボンが施されているので、自分のお好みに合わせてウエスト部分キュッとしていたりだとか、うんうん、少しゆったり着たい場合はゆとりも取せて着ていただくのもおすすめです、うんうん、ちょっと黒を選んだのもなんかこうジャケットとか羽織っても本当お仕事にも全然着ていけそうな感じだなと思って、素敵なジャケットを見つけたのでいいですか、はい、ありがとうございます。ジャケットをパッと羽織ってみてもさらに落ち着いた印象になって、でもこの辺のデザイン性があるから華やかさはしっかり残して、可愛いですジャケットは、うん、しかもグレーの色合いがやっぱり可愛いです。そうですね、今年グレーもすごくトレンドというか、ベーシックな色ですけど、うん、やっぱりこう素敵なグレーがたくさん出てるっていう、すごい色合いが可愛いです、うん、わあ素敵、チーがときめきます、やっぱりときめきますよ、可愛い可愛い、それでいてこの何でしょう、構築的な、そうなんですよ、スクールなんですけど、うん、ボタンがちょっとハイウエスト気味に設計されていたりだとか、あのニットのこの部分もアシンメトリーにデザインされているのが、うん、なんかちょっとおしゃれ感もありつつ抜け感があるのがポイントで、うん、すごく着心地がいいです、すっごい柔らかいですよね、わ、うん、かります、なんかニットの部分も細い部になっていて細く見せてくれるようなデザインになっているのと、やっぱあとチュールのドッキングが、はい、かわいいですよね、す、そしてこれワンピーススタイルになってるので、そうなんですよ、締め付けがなくてないですよ、ね、もう着やすい着やすい、結構ガバッと着れるのに、うん、ボタンの位置だったりで、ね、きっとウエストを細く見せてくれているのが、こんなに着ていて楽なのにシルエットが綺麗な、ね、あとこの色が可愛くないですか、本当にそうです、これグレーなのかなと思いつつ若干青みを感じ るような大人っぽいカラーリングなので、うん、なんかこういったニュアンスカラーのアイテムを入れるだけですごく根気っぽく落とし込めるので、うんうん、それもすごい可愛いポイントです、可愛い、お肌もすごく白く見えますね、よりなるほど、うん、すごいカラーが効いてるので、うんうん、そこもなんかやっぱ華やかに見えるポイントかなって思います、うん、どれが一
番好きでした。いや本当に今、はい、どれも欲しくてめちゃくちゃ悩んでるんですけど、はい、ちょっと戻ってもいいですか。もちろん戻りましょう。いやこれもめちゃくちゃ可愛くて、はい、いや可愛かった。なんかテーマパークとか行きたい。あ、これ着て。いいですね。でしかも結構着心地もいいんで、うん、1日着てても疲れなさそう。確かに。と思いつつこの袖は本当に細見えさせてくれて、ちょっと二の腕私気になるんですけど、うん、もうめっちゃカバーしてくれているというのが感激。多分一番登場回数が多いのがこの2つだと思うんですよ、はい、あ確かに活躍してくれるのはお仕事にも行けるし、うん、着回しもできるしっていう、うん、私これ買ってっていいですか。なんか私もそう思いました。これだと思いました。来た時にあめっちゃ平田さんも似合いと思って、めちゃくちゃ可愛い。でもどれも本当に可愛かったです。ちなみにもう皆さんはこうお好きなの見つかったんですかね。ぜひコメント欄とかでも教えていただけると嬉しいな。で、ね、では、はい、私の秋のお供を見つけられたんですけど、ありがとうございます。いやもう皆さんにも一番自分に合う一着が見つかってることを、ね、すごい私を見ていただきたいので、うんうん、皆さんぜひね、はい、あのお店の方とかにも足を運んでいただけるとすごい嬉しいです、うんうん、そして次の企画ですね、はい、まあ、マッシュチャンネルの方でぜひ来ていただきたいなと思っていて、そちらをちょっと概要欄にリンクを貼らせていただくので、皆さんちょっとチェックしてみていただければなと思います。